と思います。実況は西岡明彦、この試合の解説は堀池匠さんに来ていただきました。堀池さん、あいにくの天候となってしまいましたね。そうですね、ピッチの状態の見極めが非常に重要になってきますよ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では早速試合へと移りましょう。なお本日の主審は張俊寛です。さあボールが動いてキックオフです。スルーパス、これはつながりません。ちょっとコースが甘くなったか、カットされます。これはチャンス、失敗しました。再びピンチになります。競り合いになりました。シュート、このボールはどちらが取るか。ボールが狙われています。さあスタッド振り抜いた、ゴールラインを割ります。なんとかピンチを脱出です。ここはタッチに逃れます。さあ周りを見たい、上げさせません。守備への決まるか、ペレイラ、このパスはダメでした。通りません。しっかり読んでいた。うまい、厳しい当たり、バランスを崩したがどうだ、どうなる、入った、これはナイスシュート。ボールは低い弾道でゴールネットを揺らしました。いやーうまいですね、よく見てますよ。ゲーム開始から13分、ゴールが生まれています。4、つながった、もう前しか見えない。キーパー前に出てボールを処理します。判断いいですね。軽率でした。投げたボールがそのままサイドラインを割っています。これは来た、フランシア、ロペス、フランシア、
4。パス通りました。顔を上げたい。書き出した。クリアはさらに相手ボールになります。自分の位置しかない。パンチングで出す。パスが華麗につながります。コリーニ、いい形でゴール前まで持ってきました。決定的なパス。ここでシュート。ディフェンスの網にかかる。ボールを取られました。いい形を作りつつあります。難しいシュートでしたが枠を外れます。どうだ。流れの速い展開です。よく飛び出しました。ナイスパスが通る。つながります。周りを確認したい。危険な位置です。緊張感が増してきます。打ってきた。このシュートは残念、入りません。今日はずっとですね、怖いところに顔を出してますから、これを続けたいですよ。4、いくつか選択肢があります。4、パスコースにはディフェンスがいます。来た。ゴールキックで再開になります。前半が終了しました。スコアは1対0。1点のリードでハーフタイムを迎えます。ここでハーフタイム、互角といったところでしょうか。堀池さん。はい、どちらも深くは飛び込まないという静かな展開でした。ハーフタイムの指示が気になりますよね。さあ、スタジアムのテンションが上がります。いい形ができつつある。やりました。クリアすべきでしょう。4、このボールは重要です。4、この試合はパレーのクロスが多くなるでしょうね。ヘディングが強い選手です。ペレイラ、これはパスミスになった。さあ、ゴールの方向を向きたい。これはディフェンスが勝った。シュートは頭だ。危険な場面も脱しました。ディフェンスがクリアです。予感のあるパスがつながった。ロペス、
ールを運びゴールに襲いかかります。チャンスの匂いのするパスです。絶好のチャンス、決めに来た。ゴールが決まった。さらに追加点です。これはもう力の差が完全に出てしまったというところでしょう。ロペス、さあどうする。素晴らしい。このクロスはディフェンスが処理します。ギリギリのクリア。非常に美しいパス回しです。キーパーからのゴールキックに変わります。両チーム動きます。ボールを失った。ロペス、ここはカウンターが狙います。どうする。ヘッドで捉えた。頭で合わせる。ちょっとコースが甘くなったか。カットされます。カウンターアタックに入ります。4、いいカウンターでしたが最後はカットされました。フランコ、さあどう来るのか。なんていった。ダメ押しのゴールとはなりませんでした。フランシア、これは決めるし、どうだ。このシュートを弾いた。副審がコーナーフラッグを指します。シュート、4、これはいけません。全く同感です。さすがにやりすぎではないでしょうか。ちょっと足の止まりかけていた選手に代わってフレッシュな選手が入ります。ボールパーソンからボールが渡されてゴールキックからのリスタートとなります。オリーニ、このパスはダメでした。通りません。ここで打つ。シュートには選手が詰めています。キーパーが釣られました。
ックを仕掛けます。つながった。中にスペースがあります。味方の位置を確認する。ボールはまだ生きています。決まるか。2人のキーパーからの大声での指示が緊張感を表しています。試合を左右するコーナーになるでしょう。与えられた仕事は走り回ってこのまま試合を終わらせることでしょう。選手がピッチに向かいます。コーナーキックになりました。頭でのシュート、おっとキーパー届かず。これで試合終盤まで気を抜けなくなりました。ここから先お互い試合終了までの時間をどう使うかで試合の結果が決まってきますからね。ああこれは練習通りの形だと思いますよ。個人技が冴えます。カウンターのチャンスが来ました。ここは決めておきたい。なんとしても同点に追いつきたい。競り合います。ここでタイムアップのホイッスル。試合終了です。いやー堀池さん、悪天候も何のその素晴らしいゲームでしたね。面白かったですね。お客さんも来てよかったと思っているでしょう。今日も素晴らしいゴールで盛り上がりましたね。実況は私西岡明彦、解説は堀池拓実さんでお届けしました。またお会いしましょう。